はい、取りました。皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ、今週の収録ですけども、まあ、定例の木曜日、えー、松先生からどんな感じですかはい、僕はね、このところ毎日、あの、京都大学の図書館に行ってるんですが、えー、あの4月になってから新入生がぼつぼつと入ってきて、えー、で、えー、今、だんだん賑やかになってきてですね、えーえー、今、クラブの勧誘なんかが始まって、えーえー であのね、休みの間、ね、図書館がついてて席が取りやすいんですが、ね、混んでくるとあのだんだん取りにくくなるというのと、請求がだんだん混んでくるんですよね。<laughs> で、まあまあ、まあ、ある程度ね、賑やかなのいいことなんだけど、あんまり混みすぎても大変かなという,うしますとあ<ー>、まあで。だから学生のね、例えば応援団が時計台の前で、あのフレーフレーとかやってたとかね。 昔、僕は大学に入ったのは1961年ですから今から何60年以上前ですね <laughs> 私生まれる前 <laughs> それでもあんまりねあの風景は変わってないよねうんああそうですか変わってないんですね <laughs> いやその新幹いや新入生勧誘するとかさでうん なるほど。で、見てて、学生が来て、お母さんと一緒に来てね、うれしそうに写真撮ってるとか、ね、<laughs> そういうのがあったりして、いや、まあ、大学行くのはいいことですわ。んあでも、なんか、縦勘ってなくなったんですよね。あ、な,なくなったね。あその風景、えー、は変わったってつい、えー、に抵抗しきれず、あの大学側の言いなりになっちゃったんですか かもねかもねいや、兄弟名物だったじゃないですかね。そうそう。ね寂しいですよね、なんか。いや、綺麗になっていいじゃないですか。いや、まあ、見方がかったんまあ、見方はね、二つあるけどね。うん。いや、話題はどんな話題ですかはい、自分はね、二つ。一つはね、ジャンバの話です。あなんか聞いたことあるような気がするな。ジャンバはね、マンバと、 ああ、うん。ああれですね、コメントに囲まれてた。あそう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 。これきっとね、ジャンバって名前はね、ジャンボから来てんじゃないかな、マンバとジャンいやいや、マンバでさえ、ただでさえでかいヘビなのに、さらにでかいなんかですか。まあ、じゃあその話は後ほど。はい。もうそれと、あとスターゲートの話ね、これも書き込むがあったでしょ。ああ。あの、マイクロソフトの巨大なコンピューターシステム。ああ、なるほど。 この2本の本話をしたいいと思いますはい、はい、あの皆さんの書き込み、非常に参考になってますので、はい、えぜひぜひあの、いろんな話題を書き込んでいただければと思います。はい、さあ、末永康治さんはこの一首の。えー、っと、特に変わりはしないんですけど、えっと、 また会社行きました。<laughs> 会社行ったのがニュースとどうかと思われます、ね。なんかしょっちゅう行かれてますね。あの、今度はあれなんですよ。あの、4月1日では、あの、組織改編があって、ちょっとこう、ガラガラポンみたいな感じで変わったんですよ。だから、新しい組織の顔合わせみたいな感じで、まあ、とりあえずた、あの、なるべく出社してこいというので行きました。なんか事例が出たわけじゃないですね。<の> <laughs> 事例っていうかもう最近オンラインなんでもうこうなりましたよって知らせが来るだけなんですよ。 あ小林さん、前、なんか席がなくなったとおっしゃいましそうです。席は相変わらずないです。なんか、偉い人に謝ら,謝られちゃいましたよ。<laughs> <laughs> <laughs> いや、別に私は全然困ってないんだけど、大げさにもう難民になっちゃいましたとか言ったからね、<laughs> かわいそうじゃないか、こいつは、みたいになったみたいで。<laughs> いやいやいや、あの、でも自分にとってはなんかこう、組織の,あの途中の名前が変わっただけで、やってることもあの周りの人たちも何にも変わらなくて、あれなんですけど、なんか一つのユニット 取ってたいのものが2つに分裂して、新しくできた子供ユニットみたいなところに入ったので、ちょっと組織的には、全体的にはなんかこう、組み変わった感じなので、まあちょっと新しく埋めていったと。市ヶ谷に会社があってで、住んでるのは中野なんで、どのくらいかな、1時間15分で歩けたんですけど、往復歩いたんですよ。で、えー <laughs> うん、そうすると、途中に早稲田大学があるんですよね、あの母校というか。<ー> やっぱり入学式でこう華やかな感じで、<ー>あのなんか綺麗なあな清掃してきてあのごご、ご家族で写真撮ったりとか、うんうん、かそういう感じのいつもの光景でと、サークルで勧誘やったりとで、確かに言われてみると、立てかんなかったような気がしますね、早稲田もやら,やられちゃったのかなっていう感じ。らね、あららゆるるとこなくなくってるらしい <laughs> あのサークルのね、建てがばーっと並ぶんですけど、そう言われてみると、なかったなっていう感じですね、うん。あと、あんまり早い時間にあの辺で飲まないですけどあの、もう大変なことになるんですね、新刊コンパ、新刊コンパはもうちょっととかあの、サークルで勧誘で集まって、あの4月末とか5月頃に新刊コンパってやるんですけど、まあ、あの辺は大変な盛り上がりというか、アホな騒ぎだったりするわけです、ねいや。またまたた 適切事項が起こるかいな。<laughs> いや、もう起こすがデフォルトですからね。あの、あの、まあ、そうですね。あの、いや、サラリーマン、その辺のサラリーマンを池に引っ張り込んじゃったっのはちょっとま,あまずかったんだけど、あ,ね、あの、大騒ぎしてうるさいぐらいのことはもう当たり前ですからね。あ <laughs> あ、だけど、あれですよ。未成年の飲酒と喫煙はね。 ああ、そっか。それは犯罪になりますよね。厳しい、えー、厳しいですよ。厳しそうですね。あ<ー> 非常に作る分がいいな。なもんだって、二郎しない限り店に決まってんじゃないですかって <laughs>、誰も気にしなかったですけどね、えー、あ私は。いやいや、今は飲まないと思いますよ、その、ちゃんと。にこう。やってるサークルとかはしんあまあそうでしょうね。はジュース飲んでるんじゃないかなと思いますけど、ね、いやー、そうとも思えないですけどね。<laughs> いやいや店も、もうなんか黙認じゃダメなのかな。いやいや、店側も。 僕たちみんな二郎なんですとか主張すればなんか、<laughs> <laughs> そこまで問い取らせないんじゃないかな。ID チェックなんか、なんかチェックしないとあかんと思いますよ、うん、それきっと。そうなんですかね。うん、まあ厳しいと思います、多分。だけど、やってるところはやってるのかな、うん、サークルでね。伝統的にね、うん、サークルの中でね。うん。ついい、こう、なんか、風習がつ,つながってるっていうところはもしかしたらあるかもしれない。うん、ぼ僕ね、 あのこの前の塚本先生の話その神戸大学の不適切事件っていうの僕知らなかったんだけど、うん、それ以後ねいろいろ調べたり YouTube 見たりほんならいや世間の風当たりは厳しいねいいしあそうですかめっちゃくちゃ厳しいね、うん、あ同情的なのはほとんどなくてね、えー、だって旅館壊わしただけじゃないですか あちょっとそれは犯罪ですよ、明らかに <laughs> いやいやなんか誰かに暴力振るっちゃったとか、そういう迷惑じゃないっっ。いやいや、それはダメですよ。いや,うん、いや、いや、というよりね、というよりは、私が言いたいのは、うん、世間の風が厳しくなって,るってあ。それはそうですね、ありますね。ですから、あのね、あの、まあ、だってさ、塚本先生がね、 やんちゃってて言われてそれれそ取り消しされたあまるでなんか可愛らしいことみたいにそういうふうに理解して言うなみたいな感じですかね。あんね僕思うにね、あのうん、まあ、しょうゆペロボレ事件もそうなんだけど、みんな批判する人はね、正義なんですよ。でね、うん、正義を振りかざすほど楽しいことはないんですよ。そうそう、もう数年攻めたら絶対反論できないですからね。いや、だからねあの、神戸大学の学生で昔、あの USJ か。 で、不適切行為やったときに3ヶ月の定額になったんだけど、あれはまあむちゃくちゃひどいことやったんだけどね。だけど今度だってね、そうなりかねないと。で、3ヶ月の定額食うと、奨学金、あの、変、あの、取り消しになって、で、返済を求められるとか、本当にね、周りのいろんなあの意見見ても、あるいは書き込み見てもですよ、ね。同情的なものは一つ、ほとんどないのよ。 うんなんかね、逆,逆に一緒なんかお前は肩を持つのかって、そいつまで責められちゃいそうですね。いや、でね、私はね、あの個人的にはですよ、個人的にはね、自分はあの、ま、前々から言うように、苦学生で。 であの学費もねあの、親が出さずに自分で工面してで、かつですね、勉強をやりであの、バイトをやり、クラブ活動で師匠を務めねやったわけだから、僕はね、あの親の金であの楽しく過ごしてえいるのはいいんだけど、それでああいうハレンチなことをする学生は許せないのよ。<laughs> ででだから僕はね、全く同情しないんだけど、 んだけどまあね、かといって世間と一緒にね、騒いで、あの正義感ぶるつもりはないんです。うん、まあね、何の話だったか、よう分からないのの,忘れだのそういうわけであの、せっかくめでたくねあの、難しい入試を突破して入ってきた人たち、変なことで人生を棒に振らないように気をつけましょうね、うん、っていう話ですかね。 分かりますよね、騒ぎたくなる気持ちもね。分かるんやけど、つまり僕が言いたいのは世間の風がものすごく冷たくなってきて、誰かが言ってきて正義ほど楽しいことはないとか。あと何でもバレやすくなってると。どこに誰がいて写真撮ってるか分からないです、スマホで。なんかちょっと不適切す。 もちろん自分たちでこの SNS に上げるっていうのはね、炎上のもとですから、それはあの偉いことになるのはわかるでしょうけども、他の人もね、いつどこで誰が見てて、あの、録画してるかわからないということは認識すべきですね。で、まあちょっと私もね、現状どうなんかわからないんですけどね、このコベ大のサークルなんかでもね。コベダはもう今年はと,とにかくみんな注意するとは思いますけども、まあ全国のサークル現状ね、 未成年、未成年の飲酒喫煙がちょっと一番、あの、あり、あるかもしれないというところが心配なんですけども、もし伝統的にね、そういうようなことがあるようなところも、今回ちょっと機会だから、今回からちょっとやめましょうと、誰かが勇気持ってやめるようにすべきだと思いますね。うん、いや、大丈夫なのかもしれませんけどね。 あのコロナあたりで一変したという可能性がむ,、うん、む,むしろ強いんじゃないかという感じでまあね、あうん、なんとかポリスみたいなね、飲み会とかやらなくなったんで、そのコロナで。うん、その時期を経てるんで、ちょっと古い悪しき伝統っていうのは、そこで途切れたというところが多いんじゃないかと思いますけどね。 あそうですね。もう、件数はそんなに多くないでしょうね。もう相変わらず、宝の場あたり飲んでると、もう、のお酒が飲めるのは、とか、一気,一気一気一気とかやってますけどね。で、あのぐらいは。一気とかは結構厳しい。ですよね。あの飲めないやつに無理やり飲ませるのも、あれもちょっと犯罪臭い,かいとかあって、でね、ない,です、ね、い犯罪でしょ、それはあ。そうですよね。うん。うん、いや、でも、一気飲みみたいな、ああいう生やした一気みたいなことやってますよ。 ああ、そうですか。私、ええ、はなんか最近見なくなったなという感じがしますね。まあ、すごい減って、あんまり見なくなったんですけどね、やってはいますよ、ね。なかなさ、ほんならさ、うん、これね、一つ楽しい、あれが、そういうのね、隠し撮りしてね、うん、あの SNS で上げて、早稲田の学生がこんなことやってるって、ほんで、普段する。<や> 楽しみっていうのあるんじゃなないいかやでもそれは悪いという周りのお客にとってうるさくて迷惑ですけど、もう早稲田なんてそのやるのデフォルトですからね。それがどうしたって言われちゃいますよ。いや、どうしたってそれで。その時代がね、30年ぐらい経ってますからね、40年。時代が違うと思いますよ。いや、僕はそれを叩くという楽しみが出てきたなと言ってる楽しみえ楽しみと言っていいんですかね。 いや、正義感ごっこですよ。ああ、あんまりね、正義感振りかざすのもね。いや、それはど,どうかとは思いますよ。思いますよ。ね、だけど、世間がそう変わってきてると言ってみたい。ねうん、特に、のね、醤油ペロペロで、さっきね、SNS で探すのはね、えー、っと自分でやってるんでしょ自分で、ええ、あえあ<の>、う。あっちのケースはそうですね。アルバイトで冷蔵庫入ってね。 そういうやつですね。ここに入ってんか。やってやったぜみたいな。そうそみたいな。ばっかで。それも悪い。本人たちは悪ふざけなんだけども、大炎上して、まあそう。人生も棒に振りまさるってい与えるみたいなことになるわけです。だからね、世の中がね、記憶正しくなってきてるということを認識すべきよね。岡田敏氏が言ってないかな。 ああ言ってるかもしれませんね。あのまあいい人戦略と関連性ありますよね。関連性があるね。だから本当にね、本当に正しいかどうかと、もかく、うん、あのつまり正義感ぶると。それと同時に、だから我々の行動も気をつけると。うん、とにかく他の人の迷惑になってないかと、誰かが見てても大丈夫かと。うん、人に見られて大丈夫なような、も記憶正しい行動をしようという。うん、ね まあ、それもまたいい人戦略かもしれませんけど。うん。いい人戦略というのはね、まあ、基本的に、ね、その人がいい人かどうかともかくいい人ぶるということでしょ。うだから、本当はね、正しいか、正しくないかともかく正しい正義感ぶるというのが時代の風潮になってきてるということを、ええへへ いいかどうかは知りませんよ。それを認識すべきだってことよね。うん、まあまあ、話は。<laughs> ね、そうですね。あ,あと、これどうなんだろうな、話題としてどうかなと思うんですあの4月なんで、結構環境変わった人、多いんですよ。で、例えば、シングリティサロンであの講演した。 くださったあの吉田正敏先生とか、北大行きましたけど、北大がちゃんとした組織になったんです、北大の,あのチェインっていう田口さんの組織が、ちゃんとした、今まで期間限定で特任准教授とか立ってたんですけど、ちゃんと学部っていうのかな、ちゃんとした組織になって、パーマネントな組織になったので,で、吉田先生も。 えっと、特任准教授から教授になられたっていう、ね。うん。よかったですね。うん、かですね。うん、いや、本当に、あの、じ、なんていう時期が来たらそれで終わりってなっちゃったら、本当に不安定な身分だなって思ってたんですけど、あの、めでたいや、そうなん、いや、実は兄弟でも自分がちょっとね、ちょっと関係してた、うん、あの、組織が、まあ、そういうんで、うん、で、で、今、その期限が来て、どうなん,んだ、みたいなのがね、京都新聞にちょろっと出てて。 まあなんかあれですね、4月一日付で承認された方、大学関係、大学関係の方はね、うん、オープンになってます会社の中とかでもいっぱいいらっしゃるかもしれません、承認された方、おめでとう本家からとた今井翔太さんはなんか、あの松尾県で発火制を取れて、なんか東大を出て、なんか違うとこ行くとか言ってたようですけどね。 はい、なんかそういうのもちらほら聞きますじゃあ安田さんお願いしますはいはいえっとまあ私は年度末がようやく終わってまあちょっとまだ引きずってるんですけどええー、まあちょっと余裕が出てきたんでまあ本を読んだんですけどえー、っとちょっとフェイスブックに投稿したんですけどあのこ,こういう本をちょっと読みましたねあ白くてるかな<ー>ああ<ー>マウンティング大善 <laughs> これマウント ポリスさんという、<ー>ちょっと誰かわかんないですけど、<ー>そういうと書いてるんですけど。どなた、えどなたが著者ですかマいや、マウンティングポリスって書いてあるんですよ。実名ではないですね。うん、ですけど、まあ、マウントって、あのね、皆さんご存知の通り、うん、こう、ちょっと自分を優位にするような発言とか行動とか取る人が、まあ最近多いっていう話で、うんうん、マウント取られたみたいなことよく言うんですけど、 この人生が整うマウンティング大全っていうのはそのマウントをですね、あの、ま、あいろいろ分類してですね、うん、まあどんなマウントがあるかって、うん、ういろいろとやってくれてるんですね。うんうん 例えば海外マウントだったら、ニューヨークマウントってえ、え、どういう意味ニューヨークマウントというのはですね。どういうことですかえ、ちょっとニューヨークに出張行ってきましたとあ、ちょっとニューヨークに出結構空港であの写真撮られて、あそこ撮ってこれから海外だぜって、こうエ n s に仕空港マウントというのがあります。だから出張ですとか、海外出張ですみたいな言とか、まあいろいろ学歴マウント、有名校出身マウントとかですね。タッカンマウントとか、ちょっとひねくれたやつだと。何 タッカンマウントと言ってですね、もうちょっと悟ったようなことを言うっていうのももうマウントらしいんですよ。<ー>うん、あとは、質素マウントとかね。<え>まあ、ミ,ニミニマム、ミニマルで生きていく。 いろんなもう贅沢しないっていうのがマウントになる民謀自慢とかそうな自慢みたいなのありますよねまあまあそんなことがいろいろ書いてあってこれ全部読むとですね私思ったのはこのシンギュリティーサロンで言ってること全部マウントじゃないかってもうわけわかんないことを言ってるじゃないですか私たちこうなんかそういうのがマウントって取る人もいるっていうマウントかいやだってそのつもりなくたって海外行くとき空港でこれから海外だなんてちょっと記念にあげたくなるじゃないですか別にマウントじゃない。 もマウント取られるっていう話ですね、うん、さっきのアレンジで。うんでまあ、後半はあのそのマウントをですね、いかに人生に生かすかということ書いて、マウントフルネスっていう。 ええ、マウントもしろっておすすめなんですかやめろって止め,止める方じゃないですか結構、あのでも結論として私は私、よく納得できたんで、ぜひああのまあ、興味ある方読んでみてください。マウントが、ま、いいってことマ,マウントの啓発本なんですね、それ。マウントをいかに生かすかってことなんですね、人生に。うん。つまりマウントがあの経済を活性化するとかです。うん、<laughs> マウントで人生を幸福にしようというような。 ちょっとひねった面白さがある本なので、面白いですよぜぜひひ飲み会の場とか、本当にマウント合戦みたいになっちゃうときがあって、そういうときに乗っかれないと、なんかすごく存在感なくなっちゃって、後々まで何もなくなっちゃうんじゃないかっていう感じでしょ、気がついてる人が多いということですね、う。でもね、フェイスブックなんてマウント大全じゃないか、その通りなんですよ。 何かね、か投稿する人って基本的にマウントだよね。あ、うん、あ、そうですね。も、ねうん、のすごい俺を見てくれ、みんな見ろみたいな高度な,高度なあのコミュニケーションとしては、相手にマウントを取らせるっていうのが高度なコミュニケーションですね。<ー>いかには相手にマウントを取らせるか、<ー>でそれがうまいのがなんかオ、オバマ大統領だって書いてあるんですね。ね<ー> あなたのおっしゃる通りですとかして、あなたがま,まとめてくれたようにとか、なんかそういうこう、真っ暗言葉から入る。なるほど。まあそういうテクニック、まあそういう高度なテクニックがこう書いてありますから。そうか,そうか。そうか。あのね、いい人戦略と同じようになかなか巧みな、ねうん、で技ですね。まさにいい人戦略ですよ。うん、いい戦略。 テクニックですね。こうその本に書いてあったんだけど、なんかこう、相手の話がすごく長くて、もううんざりして早く帰りたいときに、あの、いや、あなたの話が楽しく楽しく楽しくて、つい夢中になっちゃ、なっちゃいました。時間がもう、あの、あっという間過ぎちゃいましたって褒めて、こう、終わりにするみたいなね、<の>そういうテクニックとかあるようですね。はい、その辺ですよね。うん。ちょっとまとめたいと思います。<laughs> でですね、まあ話題の方は、はい、あの、まあ一つ、ちょっと時間があれば、えー、ちょっと気になったのが、あの、 海上保安庁のパンフレットを取り下げ事件って知ってます、えー、この間。知りません。そんなのありましたっけあのー、あれですよ。AI のイラストを表紙に、表紙というか、まあ、ポスターに使ってたら、うんえー、結構いろんな反発が出て。お 何がいくらですかあ後でその話しますします。はい。まちょっといろいろとさっきの話ともつながるかな最近炎上しやすいですよね。絵師の人たちがそういう怒がってるとか。ちょっと私の立場としては、ちょっとこれぜひ、ちょっと取り上げてみんなで考えてみたいなと思います。ちなみにあれですね、あの、富士山登ってきたぞって自慢することを、マウント富士って言うんですね。すいません。ストレートなマウントですね。わかりやすいマウント。分かりやすいマウント。皆さ別に今日はしないんですね。 マウントの話は、まあ、また時間あるときに。ああ、そうですよね。<laughs> はい。今日いろいろありマウントって面白い概念ですね。あれもともとなんか猿が序列を決めるのになんか、俺が上だぞってことを示すなんか恋だったらしいです、ねうん。で、マウントしたよね、本当にね。まあ、おいおい話したいですね。まあ、あんまりネタバレになってもよくないんで。うんうん、で、塚本先生いかがですかこの一週ああ、今はね、1> 1まだまだなんか新年度始まったんで急に なんか忙しいです。授業がもうすぐ始まるっていうのと、副選校長なんです、今。副選校長えどういう意味校長。選校長の副選校長。あ、副選校長。なるほど。副選はどうしてのかと思っ副選のある校長かと思いましなんか挨拶、挨拶とかね、新入生のガイダンスとか、あんなに行かなあかんかったりとか、あと、あの、仕事は基本、就職担当なんですね。 就職の様子をいろいろ情報をげ、うん、まあ就職担当の仕事はもうえっ、ー、とこ今年入ってからずっとや,やってますけどもなんか忙しい4月入ってから特に忙しいですねで時間があんまりないところですけどもえっ、ー、と話としてはなんかいくつかしたい話はあってまあ時間があればですけどもちょっとな7本ね1週間分撮りたいとこなんでもし可能ならば実は4月 1日の動画として、なんかエイプリルフルネタを用意したんですけど、あの、嘘を、という話をね、皆さんにメールしましたね。それをちょっと準備したけども、多分不適切な動画にち炎上しやすいですよね、だからね。けネタをちょっと出したいと思うのと、もう一つは、ウィニー。あ、ウィニー。安田さんなんか映画見てきたんじゃないですかそうなんですよ。私、ちょうど去年の。 あ僕、去年60歳になったんで、シニア割っていうのが使えるようになったんですよ。うん、それが今日なんですよ。僕、今日誕生日なんですよ、4月4日。おぇ、えー、とうございます。去年の、去年の誕生日で60歳になったんですけど、その最初に見た映画が。それを早く言ってくださいよ。いいいいね、我々みんな赤いち、赤いちゃ,ちゃんちゃんことが来たんだから。それで秘密にしてます、わ、ま、ざいやいや赤いちゃんちゃんはね、ちょっと私の方から申し出をして、したんですけども。 ご本人が、すいません。どうでしたかく固く、個人ちょっと不適切にならない。で、あの、私が言いたいのは、ウィニーが、最近ですね、アマプラで無料に、はい、入っですね。で、ちょっと見ましたと。内容の紹介はしないですけども、なんか、しゃべとか周辺のことをしゃべれたらな。あれを考え出した金子さんって方がひどい目にあったって話ですね。そうで僕ね。 あれだから日本の検察のね闇だと僕は思う。まあ、<で>あの、この話は後ほど。ぜひぜひはい、はい。僕ね、映画の話で、もう一つだけちょっと、あのまた英地方の Y さんから言ってきたんやけど、あのオッペンハイマーを見に行った、うん、あ見,見られましたいや、<ー>僕は見てないんで、で、A 地方には映画館がないのでって、この前新潟まで行ったって言ってるけど、今度は山形市に行ったとか言って。ま、<laughs> でね、この映画がね、ものすごく大変なのは、 ね、3時間あるのね。うんうん、でね、トイレに行きたくてできいいのよ。<うわ> <laughs> <laughs> まあ、家で見るのが楽でいいですよね。<laughs> でも、あ,<前>あの映画、やっぱり巨大な画面で見んといかんとかいう。う<で>そうなんで、すか、うん、でいやオッペンハイマーって言ったらね、あのまあ、原爆作ったことで有名なんやけど、僕の分野で言うならね、あ,のあれ、いや。よ。 オッペンハイマーはね、1930年代にブラックホールの,あの一般相対論的なあの取り扱いっていうのは初めてやった人なん、えー、それがオッペンハイマー・ボルコフっていうペーパーで、その次はね、中性子勢の,の,、うん、の論文を出して、えーで、だから僕にしてみればあ、僕はね、1965年に大学に入って、えー でまあ、67年ドクターに入って、でまあ、一般あの相対論的な勉強をやったわけですよ。で、その時にね、でかしたのがオッペンハイマーなんよ。うん、というわけで、原爆というよりは僕にとってみれば、ブラックホール、中性性の人ですわ。うん。うん、まあ、天才ですよね。なるほどそうそう。そのオッペンハイマーの発祥、またいずれしてほしいですね。いや、見たらね。うん、映画を見てね。うん、ああえもう見られたんですかまだなんですかいや見、見てない、見てない。 いやああ僕、だからちょっと躊躇してるのは、その3時間中長さで、そういうの持つだろうかっていう、<laughs> <laughs> そんな心配ですか、えー。あの、ほら、演劇とかだとね、途中にトイレ休憩あるじゃないですか、うん、2>, 2時間半ぐらえー、3時間ぐらいの演劇って多いですよね。うん、映画も、トイレ休憩作らないんじゃないいや、なんかそこでわいわい騒いじゃうと、なんかせっかくの雰囲気が壊れちゃうとかあるじゃないですかね。うんうん <laughs> 演劇の場合、別にこうは出ないですよね。ちなみにですね、あの京大の物,物理の,あの橋本浩二先生が、映画「オッペンハイマー」の日本語字幕監修をさせていただきましたと書い<ー>だから映画、劇場パンフレットの最後になんか、僕の気持ちを書いてますとか書いてありますので、<ー>ぜひ行った方、ご覧になってください。えー、パンフレット買わないと。<の>はい、そういう、あれですね、専門用語ね。 うん、そう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 <っ>あの物理学者から見てもおかしくならないような役をちゃんとしたって用語とその言葉遣いね、うん、そう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 こと、うん、そうか僕もねある時ねミュージカルのね監修やったことあるよどういう内容のですか、うん、宇宙物理じゃないですか いや、ミュってね、あのシンュラリティがちょろっと言う言葉が出てくるわけです。シンギュラリティ、あのー、そんなミュージカルがれりと最近っていうことですかね。いやいやもう、問題ないです。ああ、そうですか。あ2017年ぐらいかか。あーーまあ、5年以上前。5年。はいはい。じゃあ、とりあえずそういうことで撮っていきたいはい。<laughs>